という、これ嘘でしたね。後になって分かりました。神の御言葉です。バーハン戦争ではこれ本国代理店がすごい力を発揮して、油まみれになる鳥の映像だとか、イラク兵が病院にやってきた赤ちゃんを殺したとか、そうやって女の子に泣きながら演技させたんですよ。これ広告代理店が作り上げたデマでも、これに多くの人たちが騙されて戦争が始まったから、戦争の力は怖いですね。そういう時に乗せられちゃって、マスコミでどんどん宣伝されると、こういうもんかなって思わされちゃう。自分の考えて正しい判断ができなくなっちゃう。そういうふうに国民投票法、国民投票には非常に恐ろしい、民を反映しない問題点がたくさんあるんです。宣伝がたくさんできる、お金がある方が有利、何の縛りもないんですよ。いくらまでだったら使えるとか、そういうのもない。最低投票率も決められてない。だから組織を持ってる方が有利なんです。で、公務員の活動を必要以上に制限して、でこれがやられると、学校の先生とか公務員の人が国民投票の運動してないかって警察が見張ることになる。見張るってどういうことですか。統合逮捕を使って、メール、 LINE、 電話、盗聴、いろんな方法で監視する。監視社会にどんどん進んでくるんですね、国民投票を利用して。こういう恐ろしい社会になる。本当にこの国民投票を今やるとなったら、国民投票や国民投票法っていう法律があまりにもひどい、やるなというふうに弁護士さんは指摘しています。しかも国民投票にいくらかかるか皆さんご存知ですか。全部私たちの税金ですよね。一生懸命毎月働いて給料明細見るとこんなに引かれてるってがっくりきますよね。毎月この税金から850億円、850億円ですよ、国民投票やるとなったら。こんなお金があったら高校とか無償化されてきますよ。保育士さんにお給料出してあげられますよ。保育園もたくさん作れますよ。介護福祉士さんの給料も上げることできますよ。年寄りの人たち安心して老後を持てるようになりますよ。そういうことにお金使ってほしいと思います。で、私そういうことに税金使うんだったら頑張って働いて納めますよ。やっぱり自分が病気したり怪我したりいつね、どうなるか分かんない、年取って体が動かなくなる、そういう時、子供を産んで働きたい、子供を預けたい、そういう時に政治がちゃんと仕事してくれないと、そのために政治っていうものはある、そういうふうに皆さん思いませんか。トランプに打ち付けられて兵器を買うために私は税金を納めてるんじゃない、そんなことには使ってほしくない。皆さんどうですか、そういうふうに思いませんか。今安倍九条改憲の憲法を生かす全国統一署名というのを行っています。3000万筆を目標に、さまざまな団体、さまざまな人たちが全国で統一の署名を集めています。九条変えたくない、平和憲法が大事、戦争反対、自分の子供や孫が戦争に行くのは嫌だ、自衛隊の若者、そして戦地の人々を殺したくない、そういうふうに思う方、ぜひ署名をお願いします。まだ署名が貯められる方はチラシを受け取り、ぜひ読んで考えてみてください。ネット署名というのもありますので、今署名できなくてもお家に帰ってパソコンを開いてネット署名、これもやってください。よろしくお願いします。私たちが静まり返って黙っていると、残念ながらその私たちの思い、平和への思いを無視して安倍政権が政府はやりたい放題になってしまいます。今声を上げないと歴史の分岐点に私は来ていると思います。心配しなくても大丈夫です。仲間はたくさんいます。一人一人の力は小さくても集まれば大きな大きな力になります。次の世代でも大人の責任を果たし、一緒に未来を変えましょう。力を貸してください。よろしくお願いします。最後まで足を止めて聞いてくださった方々、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは
皆さんもご存知だと思いますけれども、本当にとんでもない事件が起きました。沖縄で保育園のお昼寝している保育園の園児のそのお昼寝している部屋の屋根の上にアメリカ軍の米軍ヘリの落下物が落ちた。その1週間もしないうちに今度は小学生が体育の授業をやっている横で米軍ヘリ、また同じですよ、米軍ヘリの窓枠が落ちたんです。一歩間違ったらどんなことになってますか。皆さんのお子さんが保育園でお昼寝をしている、幼稚園で園庭で遊んでいる、その上に米軍のヘリの落下物が落ちたらどんなに恐ろしい思いをしますか。皆さんのお子さんが、自分の友達が小学校で授業を受けていて、そこに米軍ヘリの窓枠が落ちたらどういう気持ちになりますか。それか皆さんの暮らしている今ここに米軍のヘリの落下物が今ここに落ちたら皆様どんな気持ちになるでしょうか。沖縄のことは遠いことだから自分たちのことには全く関係ないように思われるかもしれない。これは大変な間違いです。皆さん、この東京にも横田基地があります。その横田基地で近くにも今年の3月岩国からオスプレイが6機やってきて、本当に低空飛行でした。私も見ましたけど、すごい低空飛行でオスプレイが上空を、小学校や民家の上をオスプレイが飛んでるんです。もう周りには大きな公共住宅が立ち並んでいるところを、オスプレイが目の前にある横田基地に着陸しようとしているところは本当にびっくりするものでした。ヘリモードから通常モードからヘリモードに変わる、この時に無重力になるんですね。そこで落ちるので、それがオスプレイの一番の欠陥のところなんですね。それを公共住宅の上でやっているんです。電線で引っかかるかもしれない。それなのにそういう低空飛行で着陸態勢に入っているのを見てゾッとしました。これが続けるように続々とオスプレイの事故、墜落増えてますよね。それでも飛行を中止しないでオスプレイを飛ばしている沖縄の小学校、天満の小学校で米軍のヘリの窓が落ちたと、その数時間後に超低空飛行でオスプレイが同じ場所を通っていたんです。どれだけ沖縄の人の気持ちを踏みにじって怖い思いをさせれば気が済むんでしょうか。これは何が日本を守っているんでしょうか。米軍が日本にいるから私たち守ってもらえる、大変な間違いですよ。沖縄を見てください。夜8時にですよ、外を歩いてたらレイプされて殺される、これがどこを守ってもらってるんでしょうか。逃げも後も立ちません。さらにそういった空からの落下物、墜落、どこが守ってもらってるんでしょうか。皆さん、これから北朝鮮がミサイルを落としてくるよと、そういう名目でたくさんアメリカの武器やミサイルを買っています。日本はこれでもしアメリカが北朝鮮に先制攻撃をしたら狙われるのは韓国や日本です。もし日本が狙われるとしたら、アメリカは自分の土地では絶対戦争しないですよ。日本にある米軍基地を拠点として戦争を始めるんです。そうなったらこの東京の横田基地、そういったところを拠点としてアメリカ軍がそこから戦争を始める。そうなったら爆撃されるのは米軍基地内だけじゃないんですよ。周りにみっしりと住宅が密集している、そういったところに爆弾の破片やもしかして爆弾が飛んでくるかもしれない。どうしますか。ああで収まらないです。皆さん、自分たちの生活とは全く真逆のところに戦争というものがあるかもしれない。だけれども、あのアジア太平洋戦争もそうだったんです。気づいたら戦争になってたんですよ。明日、明後日、本当にアメリカが北朝鮮を爆撃してしまうかもしれない。そうなったら韓国と日本がとっても危ない思いをするんです。それに対抗するには武器で爆撃するんでは絶対に負の連鎖、憎しみの連鎖、やり合いが続くんです。そこを打ち切るためには、まず私たちが平和が一番だと、憲法9条を守ろう、平和外交が一番なんだという思いを使わなければならない。そして今沖縄で起きている米軍の、そういった米軍ヘリの相次ぐ故障や事故、落下物、そういったものを自分たちのこととは関係ないものにしないということが、私たち今考えなければならないことだと思っています。
今からまた歌を歌っていただくんですけれども、沖縄の歌、沖縄関連の歌を1曲ほど歌っていただきたいと思います。私たちのこのこと、私たちの今の生活と沖縄のことをちゃんとつないで結びつけて考えていかなければなりません。想像力を働かせて、自分たちのこととして考えていかなければならないと思っています。それではまた歌を1曲ほど歌っていただきたいと思います。お願いします。こんにちは。あなたの祈りの内容を私は新宿南口に登場する皆さん、こんにちは。これから歌を歌しません。沖縄にちなんだ曲ですが、この方もスピーチされたように、今家とかになってますので、皆さんニュース見て子供たちのヘリコプターが直ちが起きてきて保育園の屋根に落ちる。それにとどまりません。小学校の校庭にもう目の前に小学生が体育の時間だったという、もう本当にあわや大惨事ってところでしたよね。これっていうのは本当に米軍のヘリ、日本政府がもう人を確かめて見ることさえもできない、ね、原因調査すらできない。おかしくないですか。今も沖縄では普通の住宅地で上を飛んでしまっている。でも一方では沖縄に駐留している米軍の方々がお住まい、その、ね、上は飛んじゃいけない人ですよ。おかしくないですか。本当に安倍政権、今もうどんどん進めているのはこの国が戦争できる国に再び変えられようとしてますよ。受けたじゃないです。それがすでに沖縄では始まってるわけですよ。で来年にも総理大臣は憲法9条、憲法9条を変えて自衛隊の存在に明記して、これ各国だけじゃないんですよ。自衛隊の役割を変わってしまいますよ。戦争する自衛隊の役割が大きすぎ、自衛隊の方かわいそうじゃないですか。みんなが絶対ね認めなければならないと思います。で今憲法9条改正の反対の署名をやってますので、ぜひぜひ署名のご協力お願いしたいと思います。憲法9条改正が絶対反対だと思っている方も何人もいらっしゃると思いますよ。でもただ思っているだけでは何も変わらないです。もう最初の一歩、アクションを起こしてください。国には最初の一歩、署名を書いていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。昔の愛のまま繋げられたものは戦争国に変えれません。道具はもの、性的に見ながらもの、そうするもの、そのようなものは戦争国に変えれないのです。イエス・キリストが言われます。悔い改めなさい。